ブラックトム大爆発は1916年7月30日にアメリカ合衆国ニュージャージー州、ジャージーシティで発生した爆破事件。軍需物資が第一次世界大戦の連合国側諸国に輸送されるのを阻止するためのドイツの諜報員によるアメリカ合衆国の弾薬供給に関する破壊活動であった。ブラックトムは当初リバティ島に隣接した。 ニューヨーク港の島の名前であった。島の名前は、かつて、トムという名の朝黒い漁師が長年住んでいたという伝承に基づく。1880年までには、歩道と鉄道が本土と接続し、島には輸送倉庫が築かれた。1905年から1916年に、島と歩道を所有するリーハイバレー鉄道は島を埋め立てによって拡張した。この区域は、 連邦政府のドックと倉庫会社のために倉庫だけでなく発着場を配置した1マイルの桟橋をが暗有した。ブラックトムは北東部で製造される軍需物資の主要な発着所であった。英国海軍による同盟国の海上封鎖以前はアメリカの産業は相手がどんな買い手であっても資材を売ることができた。しかし封鎖後は連合国側が唯一の顧客となった。 7月30日の夜の時点で200万ポンドの弾薬が発着所の貨車の中に保管され、ジョンソン17号橋家の上に10万ポンドの TNT 火薬などがイギリスとフランスへの出荷品として用意されていた。それはテロリストにとっても魅力的な目標であった。後のジャージーシティ市長であり、当時の公共安全委員会委員長であったフランク・ハーグは橋家が 25ドルの移動料金を節約するために、ブラックトムに経流されたと述べた。1905年のブラックトム、周辺地図爆発地点からの自由の女神の眺め、爆発は像に10万ドルの被害をもたらした。真夜中過ぎに、複数の火災が桟橋の上であった。一部の主衛は、爆発を恐れて逃げ出したが、残った者たちは火災を食い止めようと踏みとどまった。彼らは後に、 ジャージー式消防隊と呼ばれるようになった。午前2時8分、最初の、そして最大の爆発が発生した。爆発による金属片は長距離まで弾け飛び、一部は自由の女神に達した。そして1マイル以上離れているジャージーシティの商業地区、ジャーナルスクエアに達し、地元市ジャージージャーナルの時計台の時計を2時12分で止めた。 地震波の規模はマグニチュード5.0から5.5を計測した。地震波は遠くフィラデルフィアまで達し 40km 離れた地点の窓が割れたり、近隣のマンハッタン南西部では数千枚のガラスが割れるなどし、タイムズスクエアのいくつかの窓は完全に粉砕された。ジャージーシティの市役所の壁にはひびが入り、ブルックリン橋シは衝撃で揺れた。 メリーランド州の人々は目を覚まし、それが地震であると勘違いしたほどであった。その後も小さな爆発が何時間にもわたり、起こり続けた。爆発による被害総額は20ドルと推定されている。自由の女神の損害は10万ドルとされ、それにはスカートとトーチの損害も含む。腕の部分はそれ以来ずっと開かずの間となっている。 移民管理局があるエリス島で審査中の移民たちはマンハッタン南端部に避難しなければならなかった。負傷者は数百人を数え7名が犠牲となった。ドイツ人の妨害によるブラックトム大爆発と関連する事件は1917年7月の連邦情報事件として認定された。現在、リバティステートパークの南側に半円形に配置されたアメリカ国旗と ブラックトム大爆発を記念する石踏みが設置されている。今日まで、ブラックトム大爆発は、この100年間で3つの米国本土への攻撃のうちの一つとして知られている。他の2つは、ティモシー・マクベイとテリー・ニコルスによる、オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件と9.11、アメリカ同時多発テロ事件である。しかし、ブラックトムと他の2件が異なるのは、 テロリズムによるものではなく、ブラックトムが主権国家の諜報員による破壊活動による仕業だったことである。国立公園局職員の話によれば、長期にわたる一つの影響は自由の女神の旅行者への統治の閉鎖である。もう一つと職員は付け加える。それは FBI の設立で、顔遠ざけるためにシ物壺に転加した警備員のうち二人はすぐさま逮捕された。 しかしすぐにイブシツボによって火事が起こったわけではなく、そして爆発が事故ではないことが明白となった。それは、ミハエル・クリストフという名のスロバキア系移民が突き止められたことによる。その男はアメリカが第一次世界大戦に戦線復刻する前に、米陸軍で兵役に着いたが、ドイツ人のためにスーツケースを持ち込むことを認められていた。その男によると、主衛のうち二人は、 ドイツの諜報員であるとのことだった。それは多分爆破にドイツ大使ヨハン・ハインリヒ・フォン・ベルンシュトフ伯爵が関与しておりドイツの諜報員たちによって開発された独創的な技術の一つとして鉛筆爆弾を使うことはおそらくフランツ・フォン・リンテレン大医による発案であろうことだった。疑惑はその時は単にドイツの諜報員だけに向けられたが アニー・ラーシェン事件の余波の後の調査により、ガダルの陰謀とブラック・トム大爆発の関連が明るみに出た。フランツ・フォン・パーペンが両方の事件とも関連にしたことが知られている。諜報活動が知られている海軍の理事会による後の調査は、共産分子と同様に、あるいはアイルランドの行動、あるいはインドの行動との関連性を見出した。ジョン・ジェマクロイの進言により、 リーハイバレー鉄道はベルリン条約に基づいてドイツとアメリカの混成賠償委員会を通してドイツに対して損害賠償を求めた。委員会は1939年にドイツ帝国に責任があることを認め損害賠償を出すよう命じた。ドイツは1953年ついに後レドルの支払いに同意した。最終的な支払いは1979年に 行われた。ウッドロー・ウィルソン大統領は、再選に立候補して、確かに爆発が、破壊活動事件であり、事故ではなかったということを知っていた。そして、ウィルソンは、戦争反対の成功上で動いていて、破壊活動が彼の選挙に、マイナスの要因を与えたことを認めていた。爆発で溶けた。 便記念碑による詳しい説明ブラックトム島は今日リバティステートパークの一部として訪れることができる。公園は旧作業地と鉄道用地を含み、ブラックトム島はその北側を埋め立てて造成され、現在は大陸の一部となっている。旧ブラックトム島は公園の南東にある森スペーシン通りの区画内にあった。記念碑の設置場所は爆発の地点を示している。 悲鳴にはこう記されている。自由の国での爆発。1916年7月30日、ブラックトム弾薬貯蔵庫においてニューヨーク港を揺らし住民をベッドから転落させる爆発を起こした。遠く離れたメリーランド州とコネチカット州にまで爆発の轟音は聞こえた。エリス島では怯える移民たちはフェリーで対岸のバッテリー地区に避難した。 爆発の破片は自由の女神を突き抜け、これ以後像の腕は訪問客から閉ざされた。被害総額は2、0ドルと推定された。正確な死者数は分かっていない。なぜ爆発したのか、それが事故であったのか、それとも計画されたものなのか。歴史家によると、ヨーロッパでドイツを封鎖したイギリスに対する弾薬、供給を遮断するために、ドイツ人が、 ティーハイバレー弾薬貯蔵庫を破壊したとされている。あなたは今、アメリカ史上、テロリズムによる最悪の結果の一つに遭遇した場所を歩いている。チェンストホバカトリック教会の聖母、マリアのステンドグラス窓は、攻撃の犠牲者を今も追悼している。ありがとうございます。